大好きなので、フィギュエモンです。今日は素晴らしいフリープログラム天と地とに注目が集まる中、羽生結弦選手のショートプログラムの新プロ Let me entertain you のポテンシャルというテーマでお話をしていこうと思います。まあ、なんでね、この話をしようかと思ったかっていうと、2021年1月も終わりになりますよね。で、次は2月です。ということは、予定通りだったら1年後にオリンピックっていうことになるんだなって思ったからなんですよね。3月の世界選手権が開催されたら、新プロをブラッシュアップして羽生選手は演技を披露してくれるでしょうね。でも世界選手権で今シーズンは終わり、来シーズンはもうオリンピックのシーズンということになります。ということはほぼほぼ今回の新プロでオリンピックに挑むことになるっていうことになるんですよね。そうなるとショートの新プロ Let me entertain you がオリンピックを制するために、まずは大切な第一歩となるプログラムということになります。皆さん覚えてますよね。オリンピックで金メダルを逃した大勢の人が過去やってきた失敗を、そうです、ショートプログラムでのジャンプの失敗です。ネイサン・チェン、浅田真央、伊藤みどり、金メダルを獲得する実力がありながら金メダルを取れなかった人はショートでジャンプをミスしていることが原因で銀メダル、銅メダルさえ逃してしまうっていうのがオリンピックなんですよね。それぐらい大切なショートプログラムのポテンシャルっていうのは選手にとってとても重要なものなんですね。だから今日はそのショートプログラムについて深掘りしていこうと思います。本当に？こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートについて発信しています。気分をブキッと上げるための動画、平日7時半に配信のお羽生朝ラジオなど、フィギュアスケートや羽生結弦選手が大好きな人にぴったりの動画をアップしていますので、羽生結弦選手やフィギュアスケートに興味がある人はぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では、Let me entertain you について今から挙げる5つの視点でプログラムのポテンシャルを考察していきましょう。1、この曲を選んだ理由。2、どこまでジェフリー・バトルが振り付けしたのか。3、最高点はどれぐらい出るのか。4、ファンのプログラムの評判。5、羽生結弦選手のプログラムにかける思い。まあ、1のね、この曲を選んだ理由っていうのからやっていきましょう。ここで雑誌ナンバーに掲載されていたジェフリー・バトルさんのインタビューの一部を読み上げます。ユズの新しいショートプログラムの依頼は2019年から20年シーズンの終わりから相談されていました。彼からピアノ曲で滑りたいっていう話が出ていたのはキャンセルになった2020年。世界選手権の前だったと思います。でも、ピアノ曲は少し試してみたのですが、どうしてもしっくりこなかった。彼が、いっそのこと、こんな時期なのでファンが楽しめるような思いっきり楽しい曲にしようか、と提案してきたとき、よし、そうしよう、とすぐに同意したんです。そういう楽しい曲をやるのは、プリンスのレッツゴークレイジー以来久しぶりなのでとってもいいなって思いました。僕が何曲かリストした中で Let me entertain you、 この歌詞の意味はあなたを楽しませてっていう意味なんですね。これがいいっていうのは2人の一致した意見でした。タイトルからしてまさに彼が望んでいたことそのものでしたし、3分間のライブ公演のような作品にしたかったんです、というインタビューでした。このジェフリー・バトルさんの言葉から、ショートプログラムにこの曲を選んだ理由すべてが解明されたような感じがします。私はシーズン中に新プログラムを決めたのだって思ってました。
でも実際はシーズン中にプログラムを変更しようと思ったわけではなく、先シーズンの世界選手権前から考えていたんですね。この時期は言い換えると四大陸選手権の後ですよね。2020年四大陸選手権ではご存知の通り、大会前に急遽ピョンチャンオリンピックのプログラムにショートプログラムもフリーも戻したっていう時期ですよね。このことからピョンチャンオリンピックとは違う新しい羽生結弦の新プログラムが欲しかったのだと推測できます。ピアノ曲は羽生選手にとってとってもよく似合う音ですが、観客が楽しめるっていうよりはじっくりとしっとりと見入るようなプログラムになります。羽生選手本来の美しさとかそういうものも出すようなプログラム、まあ、それはねピョンチャンオリンピックのショートに近いイメージです。でもそこからソチオリンピックの時のようなはっちゃけたプログラム、観客を楽しませる路線で検討した結果、Let Me Entertain You のプログラムが出来上がったのだとわかります。次に2、どこまでジェフリーバトルが振り付けしたのかについてです。これもジェフリーバトルのこんなインタビューから解明されます。振り付ける上で重視したのは競技用として必要な要素をすべて盛り込んだことはもちろんですが、とにかく楽しいプログラムにしたいっていうことでした。彼のエキシビジョンのようなつもりで振り付けました。というのはゆずはエキシビジョンで本当に演技を通してファンとつながることができるスケーターだからです。リモートで振り付けを始めたのは7月だったと思います。僕が振り付けを滑っている映像をビデオにして送り、それに対して彼が意見を述べて彼が滑っているビデオを映像を返してくるっていう形で行ったんです。振り付けが完成するまで2週間ほどかかりました。振り付けについてゆずからインプットはたくさんありましたが、それは初めてではありません。ここ数年間は彼の方からも振り付けの中に様々な提案が出てくるようになり、2人の共同作業になっていました、というジェフリーバトルさんのお話でした。ここからわかるのは今までよりは少し多いかもしれないけど、新プログラムは2人の共同作業だったっていうことです。全日本直前から直後に羽生選手がほとんど振り付けたっていう情報が広まっていましたが、そこまでではなかったのかなっていうのがわかります。振り付けは想像でありクリエイティブな作業です。このことは一人でやるよりも二人でやった方がより良いものができる可能性があります。だから今のままこのプログラムはブラッシュアップしていけば、より高いレベルでのプログラムが出来上がるのではないかと思いました。次に3、最高点はどれぐらい出るのかですが、これは本田武史さんのインタビューから考察してみます。技術的に昨シーズンと比べて変わった点はっていう質問に対して本田武史さんの答えが、一番変わったのはジャンプの空間姿勢での肘ですね。昨シーズンまではちょっと肘が上がった状態でしたが、今シーズンは脇を締めているんです。本人に軸が細くなったねという話をしたら、一人で練習しているからそういうところはわからない部分だったと納得した様子でした。軸が細くなっている分、回転に余裕が出てきている印象でした。そして他に変化を感じた部分はという質問に対しては、体全体をトレーニングしてきたなと感じました。特に足の内転筋からお尻にかけてすごくがっしりした印象です。内転筋は空中で足を締めている時の緩みがなくなりますし、お尻の筋肉でジャンプの高さが出ます。そして上半身や背筋を鍛えることによって空中姿勢のバランスを保ち、演技でのブレも減る。試合に向けた調整があると激しく筋肉を鍛えることができませんが、その点今シーズンは筋力強化できたのだと思います、ということです。本田武史さんの言葉には、
4回転ジャンプをやってきた名選手だからこその言葉で、とっても興味深かったですよね。本田武史さんの言葉から羽生選手の体の変化がかなりあったっていうことが伺い知ることができます。やはり体も新生羽生だったんですね。本気でやります。このことが得点にどう影響が出るかというと、一番はジャンプだと思います。ショートに 4A を持ってくることはまあなさそうですけれども、羽生選手が今練習している最高に難しいジャンプが 4A ということになると、その他のジャンプがとても簡単に感じられるでしょう。そうなると4回転サルコーなど普通の選手のダブルアクセルぐらいの感じで飛べるんじゃないかなって思いました。そして全日本選手権では最後のジャンプがトリプルアクセルでしたよね。羽生選手にとっては一番簡単な技です。もちろん全日本選手権ではスピンの得点が抜けてしまったので、3点から5点ぐらい得点が上がる可能性があります。それに加えて最後の 1.1 倍されるショートの最後のジャンプを 4T、3T のコンビネーションジャンプに持ってくれば、基礎点自体がトリプルアクセルと8点、4T、3T のコンビネーションジャンプは 13.70 のため、トリプルアクセルの 1.1 倍は 8.8 点ですが、 13.70 点の 1.1 倍は 15.70 点です。もちろんトリプルアクセルを前に持ってくればマイナス 0.8 点にはなりますので、単純計算するとプラス 1.2 点の得点を上げることが可能だっていうことになります。そうなるとスピン・ジャンプ構成の入れ替えだけでも7点ほど上げることが可能っていうことが、素人のね私でも分かります。全日本選手権の得点は103点ぐらいでしたから、そこからプラス7点はまあいけそうだっていう計算です。そして GOE も羽生選手の最高と言えるものではなかったと思いますので、3点ぐらいね、3つのジャンプで上げることは可能じゃないかななんて思います。そしてプログラムコンポーネンツ、これもね9点台以上が出ていて、トータル 47.32 点でしたが、羽生選手ならもう少しいけそう、あと 1.5 点ぐらいいけるかもしれません。そうなると 103.53 点からスピンとジャンプ構成で7点、 GOE で3点、プログラムコンポーネンツで 1.5 点、プラスするとトータルで 115.03 点になります。そもそも全日本選手権の得点は国内大会の得点なので、国際大会だったらもうちょっとね高かったっていうことが予想されます。だからやはり120点に届くかなっていうぐらいの得点がこのプログラムの最高点だと言えます。この得点だったらネイサン・チェンを上回ることができそうです。いかに完璧にプログラムを演じるかが大切になりそうですよね。4. ファンのプログラムの評判。私が見つけた Let Me Entertain You のプログラムの感想を3つご紹介します。まだまだ細部を磨く必要も滑り込む必要もあるけど、素晴らしいポテンシャルを持つプログラム。これほどドキドキするクリスマスを迎えるなんて思ってもみなかった。今辛いことが多くて、そしたら大好きで元気が出ました。羽生くん頑張ってくれて本当にありがとう。こんな感じで羽生選手の思惑通りプログラムを見た人が元気になっているみたいですよね。私も見ていてとても明るい気分になりましたし、もっともっとプログラムに入り込んだ羽生選手を見たいなって思いました。では最後に羽生結弦のプログラムにかける思い、これを羽生選手の言葉から検証していきましょう。やっぱ春よ来いとロシアより愛を込めてを両方やった時に、なんかやっぱりスケート好きだなって思ったんですよね。スケートじゃないと自分は感情を出せないって、全ての感情を出し切ることができないなって、だったらもうちょっとわがままになって
皆さんのためにだけじゃなくて、自分のためにも競技を続けてもいいのかなって気持ちになった時が、ちょっと前に踏み出せた時ですね。これは2020年の10月末のことだったそうです。続けて羽生選手のインタビューの言葉です。ニュースだとか世の中の状況を見ている中で、やっぱりなんか明るい曲の方が、せっかく皆さんこんなに辛い中でもこうやって自分のスケートを見てくださっているんだと思うので、そういう中でちょっとでも明るいような話題になったらと思いました。全日本選手権でショートが終わった時の言葉です。この2つの言葉から、以前は自分のためにスケートをするという気持ちが少なかったのだと思いました。自分のために、見てくれる人のために、その両方が合わさったプログラムっていうことになりますよね。プログラム自体というよりは、この心持ちでオリンピックに挑むなら、確実にピョンチャンオリンピックよりも高い得点を出すことになると思います。あなたはどう思いますか？ぜひ思ったことはコメントに書いてみてくださいね。今日は新プログラム Let Me Entertain You のポテンシャルについて検証してきました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、今日のような一つのテーマに絞った動画と、平日の朝気分を上げるためのおはにゅう朝ラジオをシリーズでお届けしています。動画をリアルタイムに受け取りたい方は、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では、久々のプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。フィギュエモンでした。さよなら。Sweet.